本と雑談ラジオ。こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。こんにちは、歌人の増野幸一です。さあ、今日はですね、7月10日、15時土10曜分日。です。そうですね、はい。土曜日。今日は課題本を決める雑談の日ですね。そうですね、どうですか、増野さんの近況は。最近はですね、昨日、本田静丸さんと話しましたよ。おお、元相方の。詩人歌人というコンビを組んでいた、元相方の本田君とすごい久しぶりに、サッシでちゃんと2人で話すのは、もう数年ぶりになるんじゃないかな。そんなに、前は毎日のように会ってたのに。そう、違う芸人さんも混じって話すことはよくあったんですよ。はははは。それがね、なんでそうなったかっていうと、僕が朝目覚め際にね、夢を見たんですよ。で、その夢が、僕が本田君に LINE を送ってる夢だったのね。で、夢の中で僕は LINE で本田君と漫才をやろうとしてるっていう夢だったの。それで目が覚めて、で、僕の夢って割と自分の気にしてることとか考えてることが割とダイレクトに出る夢で、こう夢がない夢なんですよ、いつも。わかりやすいの、自分でも、あ、このこと気にしてるから見たんだなって分かっちゃうんですけど、ああ、自分は今、本田君と話さなきゃいけないと思ってるんだって思ったんですね。それで、以前からたまにやってた、増野と短歌以外の話っていう、ノートで有料課金してトークするイベントをゲストとして本田君に来ていただいて、昨日ね、2時間半ぐらい喋って、おお、会話を弾みましたか。まあ、もう、ノンストップでずっと、おお、素晴らしいですね。かつランチも食べて話して、そして夕飯も食べて解散してたんだけど、おお。漫才までやっちゃいましたよ。漫才までやったんですか。そう、しかもね、コンビ名はね、正夢じゃないですか。コンビ名はね、ハードコアハンタはあ。ー。たまたま、ハードコアチョコレートの錦鯉さんの T シャツを僕が着てて、えで、本田くんがハンターっていう T シャツを着てたので、え。お。本田くんが適当にハードコアハンターって決めたんだけど、かっこいいですね。パンクバンドみたいじゃないですか。そう、この二人とも草食みたいな感じの男たちなのに。まあ、そうですね。80年代のハードコアパンクバンドのなんかみたいな。かっ いや、まあ、ありそうだけどね、ハードコアハンターね。こいい。まあ、それで、本のタイトルとかにしたいぐらいですよ。でも喋ってる内容は、割ともう昔やりかけてうまくこう、ちゃんと頑張んなかったネタがあって、それを即興でやり直すっていうのをやってみたんですけど、なんかね、さっきね、とある方からね、感想が届いたんですけど、なんか、8年くらいこのネタをやればね、何かあるかも、7年ではダメって 厳しい。でも最大の褒め言葉だと思ったんだけど、だって8年経ったら僕60だからね。まあでも構造は、本田くんが僕に嫌がらせをずっとしていて、その嫌がらせに対しての僕のリアクションっていうのがテーマの漫才だから、まあ、8年間本田君が僕に嫌がらせをし続けなきゃダメだっていう注釈付きでの感想だったんだけどね。そう、でもまあそうなので、本当は若かったらそういうこともできたと思うんだけど、でもなんか、そう、でもなんかね、僕、今ずっと元気なかったじゃないですか、帯状疱疹だし。そうですね。で、今も頭の痛みはちょっとあるんですよ、ちらっとね。薬も飲んでるんですけど、
もうなんか自分でどうにか自分自身をこう機嫌よくするためのことを考えないと、はい、本当になんかやけくそ感がすごかったので、まあ、その一歩として本田くんと話すっていうのをやってみたんですね。で、まあ、ハードコアハンターが今後活動するかどうかは全く分かんないし、いやこれやっても別に何か特別なことが起こるとは思ってませんけど、今すぐやればいいじゃないですかっていう本田くんのアドバイスだったのね。でもそこが結構や長年やってきた人の頑蓄を感じるでしょ。そうですね、やりたいならさっさとやるじゃないですかっていう感じなの。で本当にグズグズ言ってんだったらやってみりゃいいじゃんってことですよね。そうそう、で本当にさっさとやってしまったんだけど、うん、まあ、そのような話をね、いろんな角度で、まあ、芸人の話もしたし、まあ、絵本の話とか、で彼がイラストレーションの仕事してるからその話とか、まあ、いろんな角度の話をして、僕が一番収穫だったのは、そこだけ言っとくと、ほら内田和代さんのサポートしてたことで僕すっごく参ってたじゃないですか。そうですね。それで本田くんのアドバイスで、その神社にお参りに行ったことあるんですね。ほら願掛けで、エゴサーチをやめて願掛けでお参りに行った時に、はい、本田くんにはすごくいいことが次々起こってるのに、なんで僕はこうなんだ、退場方針になってるしと思ったの。おでもそれは本田くんに言わせると、内田さんのことで退場方針になることが、うん、自分自身を見つめる鏡のようになってるのだから、うん、いいことだったじゃないかっていう指摘をされて、おあそれはそうかもと本当に思ったんだよね。なるほど。内田さんを見ることで、増野が今まで河合克夫さんにどう見られてきたかとかみんながなんで僕に困るんだろうとかいうことがよく分かったんですよ。やっぱある種の頑固さみたいなものが、はい、周りの人たちがもう増野が頑固すぎて結局困っていくっていう感じなんだけど、でもなんか作品的な面白さに結びついているとは思うんですけどね。うん、でね、内田さんと僕だと僕の方が頑固さで負けてるんですよ。ああ、それはつい、そう、つい内田さんの頑固さに引きずられていくっていうのが今の僕だから。でも普段は大抵の人はみんな僕の頑固さに負けていくのね。だからどっちが値を上げるかみたいな。そう、でもそれが分かったことで、あ、だから本田くんが当時コンビ組んでた時に僕に対してどう困ってたかも分かってきたし、うん、そういう意味ではね、すごく思いやりに満ちたトークが繰り広げられたので、はい、今ね500円で販売してるんで、よかったらその変わった元芸人コンビ同士の謎のトークを2時間半聞きたい人は、前編後編に分かれてる上にかつ漫才まで聞けますので、ぜひね聞いてみてほしいです、はい、ぜひぜひお聞きください、はい、でね、おまけに前私がそのエゴサーチをやめようと決意した日があるんだけど、はい、その日のトークが残ってて、それはナオデストラーデさんっていう芸人さんと、ほら、伊集院さんのラジオの構成、ね、放送作家だった、笑い屋だった人と、本田くんと僕とのトークだったのね。はい、それをそのノートのマガジンを買うとおまけについてくるんですよ。はい、で大変お得なのでね、そのこのラジオ聞いてる方の一部の方でも買っていただけると、はい、私と本田くんが折半で潤うことになってますので、よろしくお願いいたします。はい、でね、はい、あ、そうだ、後で、まあ、後で課題本の話の時にまた出せばいいか。あとね、ちょっと告知があって、はい、前言ってた短編漫画のベスト10っていうのを私ある雑誌で紹介したんですね。はいはい、でそれは、まあ、フリースタイルっていう、昔から書かせてもらってるフリースタイルっていう私の唯一のレギュラーで書いてる雑誌なんですけど、それで、20人の方が漫画、短編漫画ベスト10を上げてるのね、はい、で結構豪華な面々ですごくこの中に混ぜていただいて光栄なんですけど、はい、もう発売になってるんですか。まあ、それがね、まだ発売はもうちょっと先かな。ちょっと待ってね、著者に届いたっていう段階なので、なるほど、
ちょっと待ってくださいね。7月、あ、でもね、4月7日から9日にはもう並ぶって書いてあるから、もう売ってるか。はい。で、その中で、まあ僕、誰をあげたかだけ名前だけ言っちゃうんですけど、ええ。まあコメント詳しく書いてるんだけど、鴨居正音さん。はい。笹生明さん。はい。土田聖輝さん。はい、はい。村上桂さん。はい。知り上がりことぶきさん。はい。山下岳さん。はい、田中克樹さん、内田和弘さん、山田三助さん、はい、そして小泉智代さんを紹介してますので、はい、で 小泉さんのはね、おもころウェブの作品だから、はい、省エネの代わりにおもころのこうバーコード的なやつあるじゃない、はいはい、変な、QR、あれを QR コード、あれを貼っつけてあるから、はい、すぐに携帯で、おもころを読むことができる仕組みになっています。ありがとうございます。はい、ぜひぜひね、他の方の挙げてる短編漫画も面白そうだから、読んでみてください。ネジ式は入ってました。ん？何が入ってたか？ネジ式。ネジ式？ネジ式はね、誰か言ってたかな。でもね、絶対入るやつじゃないですかね。まあ、うん。でも大島由美子さんとか。ああ、僕も入れるな、絶対入れる。うん。結構でもいろんな人がいろんなの書いてるから被ってなくて、おで僕が挙げた農産級農産級っていうすごい好きな短編集があるんですけど、はいはい、土田聖輝さんの、読みましたよ。その短編集を挙げてる人はもう一人いたかなっていう感じ。でもね、本当に、まあ、すごい有名な作家の人のは被るけども、うん、案外被ってないんだよね。うん、あれちょっと小泉さんの声が遠くなったな。あ、その何にも変えてないですよ。まあ大丈夫になりました。でもなんかちょっとね、ちょっと豪華でメンバーが本当に吉田戦車さんとか、おすごい。山本直樹さんとか、ええ。あとほら、編集者で有名な豊田夢太郎さんってご面識あります？ないです。まあ本当、あと、そう豪華な人たちが挙げてるから、はい。あ、なんで僕に声かけてくれたんだろうってありがたく思いましたね。お、僕短編漫画大好きだから、その長い漫画苦手なんですね、どっちかっていうと、だから、あ、これもし自分が関わってなかったらすごく悔しかったと思うんで、お、関わってよかったです。よかったですね、うん、小泉さんは最近どうなんですか？僕はですね、仕事ばっかしてました。あ、でもそのまさに書き下ろしが佳境に入ってるってことですか？そうですね、もう今月の今最終は全部で 8本の連作なんですけど、それの最終話に今日から入ったところで、うん、なるほどね。レギュラーの仕事を月末と月初のやってました。でももうじゃあ先が見えてて、もう出版されるじゃないですか。そうですよ、もう予定が立ってるんですよ。素晴らしいですね。じゃあもう発売日ももう割とこんくらい今年中には出るとか今分かってるんですか？9月じゃないですかね。ちょっと連絡来たので、9月を、まあ、あんま詳細語ると良くないかもしれないですけど、あ、そうですね、8月末に見本で、9月の頭の方に配本を今のところ予定してます。僕がよっぽどなんか、あれしないと。そうか。あれですね、でも、本と雑談ラジオのご縁で形になっていったからよかったですね。そうなんですよ。なんかね、今まで、うん、ずっとね、これ、書き下ろしで本が売れないとお金が全然儲からないシステムなんですけど、まあ、うん、初版分は固定であるんですけどね。だから普通に原稿料をもらって書くのよりかはずっと賃金的には低くなる可能性が高いんですよ。でも僕売れると思うな。ただ僕も本当にね、自分を芸術家だと思うことにしたので、もうお金に関わらず創作をしなきゃいかんというのの、まず最初の試みに多分なるんですよ。いやでも僕本当に途中まで読ませていただいたんだけど、かなり面白かったから。ありがとうございます。なんか賞とか取っても全然驚かないし、
いや、単純に原作も売れてるんだから売れるんじゃないかな。あと、あのね、やっぱ原作が面白くて、こんなすごい豊かな本の中から漫画にするにはやっぱ抜粋しなきゃいけないじゃないですか。その作業がすごい楽しかったんですよね。あ、じゃあ贅沢な本になってるってことなんですね。そうですね、なんか映画監督みたいな気分で、あでも、いや本当に、でも僕何度も言うけど、その原作読んだ時よりも漫画読んだ時の方が映像になりそうな、映像化されそうって思いました、とっても。まあ、映像向きのところをと特に抜粋、まあ、書いてるからか、僕やっぱ漫画家の視点なんですね。その絵に描いた時にどう見えるかとかを考えるわけでしょ。古いタイプの、あ、ちょっとすいません、電話かかってきちゃった、うん、大丈夫ですか。はいはい、大丈夫ですよ。ちょっとだけすいません。はい、もしもし、今ね、ちょっと増野さんとラジオ撮ってるから、うん、さいじゃね、失礼しました。いえいえ、大丈夫ですか。ミュートしたんですか。え、いや、ミュートしたんですか。通話して、今増野さんが撮ってラジオ撮ってるからダメだよって。まあまあ、とっても臨場感のあるとラジオでいいんじゃないですかね。前もって言っと、伝えておけばよかったんですけど。まあ、そのリモート会議の時に家族が映っちゃう現象ですね。そうですね。いや、お恥ずかしい。いや、でも本当にそう、なんだろう、映像になるっていうことを意識して漫画家さんは考えるんだなと、僕なんか読んでた時にそこまでビジュアルか、イメージできなかったから。あ、そっか、うん、やっぱ昔のもうね、キャリア30年ぐらいになりつつあるから、昔の流儀で言葉よりも映像とか絵で伝えなきゃいけないみたいな、そういう昔の流儀が、うん、なんかこだわりがあるんですよ。今はどうなのかわからないですけど。なるほどね。でも確かに漫画って、例えば人物がいてセリフがあるだけでも漫画として読めちゃうとこがあるから、どう、うん、あのね、めんどくさい、書くのめんどくさいからっていう感覚で作ったらそうはなんないんですよね。そうですね。そうですか。いや、楽しみ。もうほら、だって河合克夫さんの将棋の打つ漫画とかもすごくヒットしたみたいだから。素晴らしかったですね。でもやっぱ打つとか、そういうテーマがね、みんな人々の切実なる関心の元の作品っていうのはいいですよね。うん、なんかね、あと今までだとさ、初老の老人の方とかが読んでたと思うのね、その原作は。そうですね。でも漫画になるときっと関係ない世代の人が読むと思うんだよね。ああ、まあでもね、もう最近俺の漫画とおじさんとか年寄りしか出てこない。自分が年寄りだから。自分たちのまず同世代の人が読むっていうのはまず前提としても、その、うん、老人がテーマだから老人が出てくるの当たり、読むの当たり前だし、もう本当に関係ない若い世代が老人のこと興味なくても読んじゃう感じがあるから、はい、なんかね、僕はね、すごくヒットするような気がする。あ、まあでも高齢化社会ですからね。そうですよ。しかも昔の人はネットよりも本で読みたいはずだ。うん、そうだし、あと原作がまたさらにそれで売れるんじゃないかな。あ、そうですね。なんかその原稿料なかったけどすごく書いてよかったことになるといいですね。普通だったらね、漫画雑誌に載れば原稿料が出て、さらに本になった上印税がもらえるという二重に不労所得みたいなのがあるのが最高にいいんだけど、うん、そうそう、それがない、なんかでも自分もでもすごく昔のデビューの頃は、はい、連載中に原稿料もらって、それが単行本になって印税もらって、そうさらに文庫本になってもらうみたいな、うわ最高だ。その何もしないでっていうのがあったんだけど、でももう今そんなラッキーなことないんじゃないかな。売れてる人にはある。うん、多分ね。だからこの間小泉さんがちょっと今日課題本に提案してくださるかもしれない本とかも、タイトルとか見るとすごい興味持つんだけど、それってごく一部の人にしかできないんじゃないかなって思ったりとか。じゃあその話しますか。はい、ぜひ。僕がね、まあ、この本と雑談ラジオで数多く取り上げてる傾向の本で芸人本がまずあるじゃないですか。芸人本ありますね。それと同じく小説のハウツー本があるんですよ。そうなんですよ。それはよく私が興味あるからね、提案して取り上げて、それで僕もそういうのを増野さんにお勧めしていただいて読んでると、
なんかね、ポルノ作家のやつとはいか、はいはい。あと、村田沙耶香さんの師匠のやつとか、ああ、面白かったですね。そう、どっちも面白かったから、これも面白そうだなって思って、小説家になって億を稼ごう、松岡圭介さん。すごい売れっ子作家さんなんですよね。あれで、タイトルがすごいですよね。小説家になった億を稼ごう。で、書店に最近めったに行かないんですけど、この前ちょっと時間があったから、イオンの本屋さんに寄ってみたら、バーンって面出しで置いてあったんですよ。でもなんか売れるとか、そういう、プロモーション的な、セルフプロデュース的な話ばっかりだったら、ちょっとなんか、あんまり興味ないなって思ったんですよ。はいはいはい。だけど、How to の、各方の How to も結構ね、目次読んだら出てて、これがね、すごく具体的なんですよ。この松岡圭介さんの本は読んだことあります？小泉一さつんも本ないんの。ですよ。僕もなくて、でも有名な人じゃないですか。千里眼とかの人ですよね。催眠っていうのが多催分ドラ眠。マになったやつじゃないですかね。あと、もともと放送作家で、催眠番組とかやってらしたんだよね。あ、本当、うん。スマップの稲垣吾郎さんが主演のドラマだったら見てすごい面白かったですよ。なんか、この人の特徴的なのは、自分の本の表紙にタレントさんを起用してて、まあ、売れるからできるんでしょうけど、そのイメージキャラクターとして、その登場人物のイメージをタレントさんに演じてもらって表紙にしてるんですよね。やりますね。確か私の記憶違いじゃなかったらそうだやっし、ぱ億を稼ぐ男は違う。前代未聞、業界新刊って帯文がついてますよ。あ、本当に、本当だ。年収、億超えの人気作家が、年収億超えって毎年億超えってこと？ いいっすね。そんな人世の中にいるのかいるでしょう。な？まあでも僕、噂の真相かなんかで、この方がうさんくさい、催眠番組の放送作家だったって暴露してるような記事読んだことがあって、苦労人ですね。そう、でも、いや、そんなことがあって、もし小説が面白ければいいじゃないかと僕は思ったんですけ全くですど、よ。億か、なんかさ、例えばこれさ、芸人になって億を稼ごうってタイトルだとするじゃない？そうするとさ、そりゃそうだろうけど、誰もなれないよって思うじゃない？ 本当ですね。だそう。から、この小説家になって億を稼ごうってタイトルもよく考えたら、できるならやるよって思わない？いや、芸人よりも小説の方が、なんか顔が見えない分、なんかありそうな感じがするじゃないですか。まあね、ただ僕とか小説書いたことあるから、はい。僕の能力ってこれから稼げるのかな、億を。あ、だから、増野さんもうね、小説を書く能力はあるんですよ。いや、どうだかからそのな。後に、億を稼ぐ方稼のぐ能た力めの。を、この本で学べばいいじゃないですか。いや、だから、それを、だって、この間、小泉さんに相談しててさ、途中まで書いて、ボツになっちゃったの、だから、明日には消えてる歌っていうのは、僕なりに精一杯受けそうな話を考えて、しかも BL っぽいから、もう女性人気大爆発だと思って書き始めたのに、小説バル編集部でもう次乗んなくなっちゃって、途中で終わっちゃったんだよ。それはね、まあちょっと僕、語弊があるかもしれないですけど、BL だからじゃないですか。まあそうかもね。でも BL の作家さんで僕が好きな人が今度直木賞候補になったんですね。あ、ほら、私たちもしょ、ほら、紹介したことあったよ。ほら、今日の日はさよなら。確か。なん違とう？か今く日んの日のはさ、本棚じゃないですか？あ、うん、違今う。日の日はさよならって読んだじゃない、私たち一緒に。今日の日はさよならってなんあったっけ？今日の日はさよならってなかったっけ？小説で。BL 小説はね、なんとかくんのいや、本棚だけですよ。BL 小説家なのに BL じゃないものを書いて、僕が SF っぽくて好きだからってことで、小泉さんに読んでもらったの。今日の日はちょっとさ待っよてなね。ら。違ったかな、タイトル。ほら、熊本く未ん来、の本棚は読みましたよ。SF みたいな話ですって、未来から来た、なんだっけ、未来から来た話みたいなさ、女の人が出てきて、おう。ちょっと待って、タイトル思い出すね、小説。ほら、一穂美智さん。一歩、ああ、
その名前は見覚えがありますよ。あったっけな、ありましたよ、ほら、お父さんが連れてきた年の近いとこと一緒に暮らしていたけど、うん、実はその年の近いとこはっていう SF 的な話ですよ。いや、小泉さん、私たち語り合いましたよ。忘れちゃった。全然思い出せない。まあ皆さん過去探していただくと今日の日はさよならっていうのが出てくるんですね。はいはいはい、でこの本は実は SF だったんだけど、うん、一応道さんって普段は BL 書いてる方 で今なんか直木賞候補になってるんですよ、うん、でそれも多分 BL ではないと思う。読んでないんだけどまだ、うん、ちょっとねブックログっていうサイトに僕は読んだ本の記録を載せてるんですけど、うん、主演者オレンジ君さんアンバランスより前のは載ってないんですよ。その時はブックメーター使ってたんですよ。ちょっと待ってください。僕の方ですぐに出てくると思うな。今日の日のちょっと待ってくださいね。ブックメーターで探してみようかな。今日の日はさよなら。第46回でやってますね。結構その同時に取り上げた本は何ですか？それはね、鈴木さんにも分かるネットの未来。ああ。そっか。でもすごい昔だな、これ。あ、今日の日はさようなら。うん。ちょっと待ってくださいね。私たちがほら豊橋に行ったりしてた頃だったよね、読んだのが。豊橋お世話になったのに結局なんかあんまし行けなくなっちゃったな、悪いな。そうですね、うん、今日の日はさようなら、今日の日はさようなら。今日の日はさようならか。なんかね、あらすじ言ったらすぐ思い出すと思うんですけど、小泉さん。はいはいはい。でもね、ネタバレになっちゃうからちょっと言いにくいんですよね。はい。なんか、ひと夏のいとことのささやかな話に見えて SF っていう話ですよ。今僕、タグをつけて、ね、はい、ツイッターに載せました。あれ感想記録してないのかな、出てないな。でそれがね、2017年9月23日、私の誕生日だな、うん、に小泉さんが挙げてますよ、ツイートで。あり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 ゃ、じゃあ、まあ、ブログでありそうだけどな。まあでもそのね、 BL であることでこう例えば読者が限られるのはあると思うんですね、まあ、興味ない人は読まないから。そうだからそういう意味では、あ、もっとこうみんなの興味持つことにコミットしなきゃなっていう気持ちはいつも思ってるんですけど、はい、まあでも自分の興味持つことでみんなが興味持つことって本当少なくて、はい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 、もう本当に接点ないんですよ、世界の人たちと。思い出してました。漫画家の人の表紙のやつだ。そう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 。そうですね。夏系。なんであの、あれ感想残してないんだろう。漏れちゃってました。うん。変だなぁ。そうですね。でも内容全然思い出せないなぁ。うんうん。ダメだ、思い出すことができなくなってしまいました。うんうん、そう、まあでもそのどうかなと僕も思ったけど、まだ読んで、その方の作品読んだことないのと、まあ手に取ってないから、でも面白いんだったら読んでみようかな。うん、で私の方はね、その今読んでる本ってまた芸人本なのね。はいはいはい。でそれは昔僕
関西のテレビに出た時に放送作家の方からいただいた本で、浜口凛太郎さんという方がもう一遍っていうタイトルで、ピン芸人がもう一遍やり直そうっていう僕好みの話を書いてらして、本をいただいたまま読んでなかったので今読んでるんですね。これをなんで今読もうと思ったかっていうと、実はそれは本田くんがきっかけで、なんかね、本田くんが、あ、小泉さん聞こえます？聞こえますよ。本田くんがね、出版社との仕事で、はい、同じ著者の方のワラグルっていう新刊が今度出るんだって。ワラグル、笑い狂いみたいな意味なのかな、ワラグルっていうのが7月14日に発売になるんだけど、ははそれのね、ネット宣伝動画を本田くんが作ったのね。動画作ったんですか。その動画は小泉大夫さんも出てきて、うん、小泉大夫さんと本田くんがマスノ書店で撮影してるっていう、うん、後輩芸人とってお説教を受けてる本田くんと小泉大夫さんの映像なんだけど、うんうん、今それ僕ツイートしといたので後で皆さん見てほしいんですけど、はい、で、まあ、それ相当面白いらしいんですね。それも芸人の話 で、 うーん、でそれ読むと芸人としてのこうハウツー的なことにも勉強にもなるらしくて、うん、ちょうどその人の著者たまたまいただいたことを思い出して、ちょうど枕元に置いてあったからすぐ読み始めたら面白くて、うん、あ、この人はすごく文章もなんて言うんだろう、一行一行がもう目に浮かぶように書いてあったりとか、はい、その人の実感でいい加減に書いたところがなくて、そのどう感じてるかがずっと綿密に書かれてるから飽きずに読めるっていう感じの文章なのね、うん、だから多分その新作も僕がいただいたのはデビュー作だからもっと進化してるはずだから、なんかすごくそれは読んでみようと思っています。はい、でもそのあまりにも芸人の小説を紹介してるから、僕は僕でも芸人の小説は読んでいくってのをライフワークに決めてるので、課題本にするかどうか関係なく読みますから、はい、もし小泉さんがそのうちの課題本がいいんだったらそれにしましょう。これ読みたいですね。ぜひお願いします。じゃあ小説家になって奥を稼ごう。あのね、この小説のね、ハウトゥー、書く方のハウトゥーの方が、ちょっと目次のとこだけ読みますね。うん。魅力的なあらすじとかね。うん。うん、あれ、なんか俺が見てすごい、あ、これすごいいいぞって思ったところが、どこだったか忘れちゃった、うん、あ、これですね。人々に愛される物語の創造とは、うん、顔写真入りの登場人物4人と5人と舞台設定による登場人物の立体化、うん、ノンフィクション作家と同じ視点を得る、うん、逆打ちプロットとはとか、なんかすごくなんかちょっとこの項目見ただけでなんかワクワクしてくるんですよ。なるほど、なんかすごく難しそうなテクニックを感じるなあ。そう、でもね、あの一本道で考えてるよのとは違う、なんかいろんな視点を持つって大事じゃないですか。そうですね。なんかさ、僕そのほら村田沙耶香さん先生の本読んだ時にね、すごい感心したのが、そのみんながこういう話をあらすじと思ってしまってるけど、これは実際にはあらすじではないのです、あのストーリーになってないんですこの小説はっていう説明が具体例で出てきたんですよ、それは言われてみればそうなんだけど、普通これ小説のストーリーと思っちゃうなっていうか、はい、何も出来事が起こってないエピソードの羅列だったりとかね、はいはい、なんかその落ちりがちで、実際世に出てる小説でもそういう小説あるぞと思ったんですよ、うん、その人のこう過去の出来事をプロフィールを語ってるだけであって、うんうんうん、何一つストーリーになってないっていう指摘が勉強になったんだけどさ、うん、そういうのってその言われてみないと気づかないよね。あそのだって
語られてることがあるから小説のストーリーと思っちゃうんだけど、でもそれはストーリーではないんですと。はい。でそれがあの本がそのなんて本だったかちょっとタイトル忘れちゃったんだけど、ね、書く人はここでつまずくです。そうそう、つまずくところがいちいち出てきて、うん、具体例で具体的な例が出てくるからびっくりするぐらい分かりやすいんだよね。そうなんですよ。ただあの本を読んでもあまり本小説が書けるような気にならないっていう結構レベルの高い話だった。そうだから、あれはあの先生の授業を受けたら書けるようになるだろうなと思わせる本でもあったよね。あのでもその先生の授業をちゃんと守れる人はもう結構そこそこ書けてる人だっていう本ですよ。 それもそう思った。かなりレベル高い話だったよね。そのだから、むしろさ、プロの作家の人とかが、うん、こう教えをこう教えてもらいに行くような感じのイメージだったね。はい。あ、僕ねあれ見てるんですよ今。すっごい面白いからあっという間に見終わりつつあるんですけど、三谷幸喜さんの王様のレストランっていうドラマを、うん、あ、はい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 、FTO だっけな、フジテレビオンデマンドで初月無料なので今月中に見終わればお金を払わずに済むという、うん、そんな別にレンタルであったら別にお金払ってみますけど僕でも結構見てましたね、シーンに。あのあれでしょ、筒井道隆が出てくるやつでしょ。そう、筒井道隆が主人公なんですよ。で、あとのあのほらロンバケの女優さん、山口智子出てきましたよね、確かね。そうですね。それがね、その前からすごい気になってたドラマではあったんですよ。あの再放送でやってるなっていう時に筒井道隆がこあの従業員をクビにさせたくない、僕はさせたくないんですってすごい赤字だから言って、うんうんうん、その時に経費をね削減していってその首から救うっていう場面だけ、うん、偶然見たんですよ。はい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 。それがねすっごい詳細で具体的で、うん、鮮やかで、なるほど、あこれはすごくいいドラマだって思っていつか見ようって思ってたんですよ。なるほど、商売に関わったことのある小泉さんの金銭に触れたんですね。しかもね今回ね改めてちゃんと見たら筒井道隆が、お父さんがやってたレストランにオーナーとしてやってくるんですけど、筒井道隆愛人の子供でその店には腹違いのお兄さんがいるんですよ。あ、そうでしたっけ。 それがあれ西村、西村さん、朝彦さん、はいはいはい、でそのね急に店っていうかそういう会社に入ってオーナーとかなるっていうのも、僕も30であのお菓子屋に入って専務として入るわけなんですよ、うんうんうん、片身の狭さみたいなのがなんかうわーみたいな、結構なんか心にビンビン触れてくるんですよね、うん、なのでそういうのもあって、あと、うん、とあれ読んだじゃないですか、脚本の人のエッセイ、あ、三谷幸喜さんね。三谷幸喜さんのオンリーミー。だって三谷幸喜さんでしょ、あの王様のレストランって。だから三谷幸喜さんのドラマはやっぱり猫が好きぐらいしか見てなかったんですけど、うん、すっごい面白いですね。そうか、僕そういえば三谷幸喜さんインタビューしたことあって、でもその時の裏話はここで話しにくいから友の会に話しますけど、はいはい、うん、僕はむしろねかなりファンだったんですけどね、最近はちょっともう、うん、大きい作品を作りすぎてあまり僕の興味のないものを作るようになっちゃったから、あんまり見なくなっちゃいましたけど、王様のレストランは好きでしたよ。だからねこの本当雑談ラジオでも三谷幸喜さんの映画はつまらなそうだ、なぜならなぜ僕がそれを分かるかというと無数のつまらない映画を見てきているからだって前に断言したんですけど、もしかしたら間違っていたかもしれない。あのね、いやそれ言うなら確かにそうで、三谷さんの映画ってドラマよりはつまんないよ。あら、そうですか。で多分正直僕ね演劇三谷さんの演劇ってリアルタイムでも言えなかったんだけど、多分演劇が一番面白いんだと思うよ三谷さんって。あ、うん、でほら12人の優しい日本人は面白いじゃない。面白い。
あれは監督が三谷さんじゃないんだけど、原作は三谷さんだ。中原俊一さんとかじゃなかったでしょ。そう。でもあれは原作の映画あの演劇自体は三谷さんがやってて、それを見て面白いってことで映画になったんだから、そういう意味ではもともとの演劇もすごく面白かったはずなんですよ。絶対面白いですよね。うん、でしかもワンシチュエーションだから、もう舞台設定が変わらずに全部話が終わるっていう、うん、あれは多分映画よりも舞台の方がより面白かったと僕は思いますよ、その想像ですけどね。はい。だから そこは大きくて、その例えばさ、言いにくいんだけど、僕の好きな演劇の作り手とかでも、うん、映画もかなり面白いけど、でも演劇もっと面白いんですよって言いたかったりとか、うん、あるんですよ、その人のこうより面白い本領発揮の場が、うんうん、だからその映画いくつか見たことで、僕三谷さんの映画すれば好きなものないものだから、そのせいで興味なくしちゃうって本当にもったいないことですね。そう、なぜ僕が今この話をしたのかということを、はいはい、それはですね、はい、演劇の人がドラマとか映画作ると、うん、やっぱ登場人物のがみんな個性がすっごい際立ってて、うんうん、すごいね、いいんですよ。やっぱ演劇という実際生身の人と深く関わる行為をしてたことによるものだと思うんですよ、うん、そういう経験がない作家が、まあ、漫画家とかでもいい、僕も陥りがちなんですけど、ただ役割がとか立場が違うだけで、うん、人格がほぼお前ら一緒なんじゃないかみたいな表現に陥ってしまいがちなところがあるから、僕も常に気を引き締めてないといけないんですけど、三谷さんは本当にうまい、うん、あれはほら、当て書きといって、その元々いた役者さんのイメージで書いてたりするから、うん、よりそこがこの人が演じなきゃ面白くないっていう面白さなんですよ、きっと。そうでね、本当ちゃんとその一人一人の個性がね、ビシッと立っててね、素晴らしいですね。しかも魅力的なんですよ。それは良かったですね。だから三谷さんって映画のイメージとかで軽んじられすぎてるんですよ、実は。 あとテレビにやったら出て宣伝もするじゃないですか、だからそれがなんか出たがりみたいなイメージで、うん、ちょっと軽んじられてるけど、うん、いや、とても力のある劇作家の方だし、うん、あとご本人もすごい謙虚でね、うん、三谷幸喜さんの僕インタビュー集がすごく好きで面白かったんですよ、うん、ほら、松野大輔さんが聞き手なのね、そのインタビュー集、はいはいはい、三谷幸喜創作を語るっていう本で講談社から出てて、面白そうだ、うん、で元 AB ブラザーズのその松野大輔さんが三谷幸喜さんに疲れてるんですよ、いや、それで松野大輔さんなら話すよってことで話した本が創作を語るなんだけど、ははは、ですごく鋭い指摘で、例えばツイッターに僕が載せたことあるんだけどね、三谷幸喜さんがね、はい、その創作を語るって本の中で、ちょっとかじってる人に限ってあそこはおかしいと言ってくるんです、うん、でもいっぱい知ってる人は何でもありということを知ってるから何も言ってこないって、うん、いうふうに指摘してたりするのね。で実際にそうじゃない、はい、だからそういうこう、あとね、謙虚なの、例えば、はい、例えば同じ舞台出身で映画も撮っているケラかっこケラリーのサンドロビーチさんや松尾鈴木さんに比べて、はい、僕の監督の能力が高いとは思わない、うん、ラッキーとしか言いようがないです、うん、ないんですって言っててね、うん、で僕も正直なんで松尾さんの映画よりも三谷さんの映画の方が人気があるのかって僕には分かんないところがあって、逆が入るからですよね、うん、でもうん、いや、かなり失敗すると僕は思うことがあるのね、三谷さんの映画って。でもドラマは大好きなんですよ。だからその辺はご本人もそう思ってらっしゃるんだって好感を持ったりとか、うん、してるんです。
そう、まあでも、よかったですね。王様のレストランを通して見ることができて。それだからね、古畑任三郎も見たくなってきました。古畑任三郎も僕見てましたよ。僕はね、もう多分見たことないですね。まあ、古畑任三郎は、ケージ・コロンボの日本版を作ろうとわざとしてる感じのドラマでしたよね。なんか主題歌みたいなのもちょっとこう、ケージ・コロンボのテーマみたいだったもん。王様のレストランはね、古時計の人が歌ってますよ。ああ、平井そう堅。か。大剣が。あれでヒットしたんでしょ？初めて。確か初めて。まあそんな時代を感じましたよ。でも、谷幸喜さんのドラマで何が一番好きかな、僕。なんか、あ、でもやっぱり猫が好きか、みんな好きなのかでももうはるか昔見たから覚えてないですね。な。そうですね。でも、そうですね。そうですそう、か。大河ドラマの新選組はね、初回かもう2、3話見て、なんかいいかなって思って見るのやめちゃった。浜ちゃんそうでがす。主演の、龍馬のやつそれは僕見てないですね。は、そんなに面白くなかったです。なるほどね。そうですか。そういえば最近、本と雑談ラジオの昔の私たちの発言をもとにね、本読んでみましたっていう人が増えてきて、例えば、ちょっと紹介していいですか？4月8日、庄司さん。本と雑談ラジオをきっかけで購入した私とハルマゲドン面白かった。ずいぶん昔の回のやつですね。素敵なダイナマイトスキャンダルとか、去る業界の人々あたりの雑誌が、去る業界の人々あたりの雑誌が元気だった時代の話が好きなので好物だった。本書に記載の旅人の論理を胸に留めて生きていきたい。どんな特論でに、したっけ？なんか全体をつ、こう、全体の結論として出てきたんですよね。旅人のようにどこにも属さずにみたいな。で、特に後書きと文庫本のための後書きは全オタク必読だと思ったけれど、これ絶版になってるんだよね。本書で指摘されているオタク間の排斥や依存は出版された当時より悪化していると思うし、全体的に内容が普遍的だからぜひ復刊してほしいっていうコメントでした。で、ちなみに3年前の本と雑談ラジオ68回で紹介されていますね。そうでしたか。もうなんかあんまり思い出すことができない。この本は僕も中に書かれているアニメ的な素養とか全く自分にないのに、びっしり付箋つけて読んだ本なんですよ。で、ちくま文庫ね。菊間さんがなんか居候してた話がすごい面白かった気があ、し面白かった。あと、そのグルみたいな人がいてね。ます。で、その人に結構変な、いい加減な人でいろんな振り回されていくんだよね。なんか結構洗脳状態みたいになるんですよね。そうなんですよ。でもあの時、伏せ字になってる人の名前、僕聞いたことあるから、本当は知ってしまったんだ。有名な人なんですか？まあ、デザイナーさん？それもここでは言いにくいから、後でこっそり言いますけど。で、あとね、他にもね、本と雑談ラジオで惹かれて、この声、この声、この声を読み始めたっていう人がい前回じゃて、ないですか。それはね、ライターのね、佐々木正隆さんっていう方が読んでくださって、とか、まあ、あとはね、その僕が読んだんですけど、ちくまっていう雑誌でね、中島京子さんっていう直木賞作家の方が、そのさっきの「この声」「この声」「この声」の書評を書いてらっしゃるのね。それ読みましたよ。4月号ですごくいい書評だったので、もし皆さんまだ手に取れる方がいたら読んでみてほしいですね。
そうですね、なんか僕とかが考えつかない、なんていうのかな、うん、全体を貫くものはこれだって指差し方がすごく鋭くて、うん、で多分直木賞作家の方から見たらさ、もっといろんなこと言いたくなるに決まってると思うのね、技術のこととか。そうですね、そんなことを全く言わずに読んだっていうことが書いてあって、すごいいい書評でした。あともなんか他にもあった気がするけど、ちょっと今検索ではとっさに出てこないな。でもなんか本当だ、スラネジオって意外と昔のも読まれてるんだ、あ、聞かれてるんだなっていうのを最近そのエゴサーチしないから今僕、エゴサーチしないけど、本土ザスラネラジオのタグだけは読んでるので、はい、意外と皆さん過去のものを聞いてくれてるんだなっていうのが受け止めていますのでお伝えしておきました。はい、そうですね、じゃあこの辺にしましょうか。ね、そうですね、あとあれですよ、そういえば奈良へっていう、あ、奈良へ、山海さん、はい、あれもちらっと話すだけだったのに、あの友の会の中で、はいはい、あれも青木瑠花さんが、はい、私たち の話だけで興味持って買って読んだみたいだから、町田光さんが推薦してるみたいな話しかしてないですよね。そうだから町田光さんが推薦してる、してるってことで、あ、紹介しとくね、その青木瑠花さん6月30日、はい、本と雑談ラジオで紹介されてて、あ、厳密に言うと本と雑談ラジオ友の会なんだけどね、まあ、僕ね読んでないんですよ、だから、うん、そうだから僕も読んでないんで、まだ申し訳ないな。で、ね、でも町田光絶賛って言うから読むのやめようかと思ったんだけど、うん、奈良だし読んでみたらこれよかった。あ、本当に、じゃあ僕も読んでみなきゃ。負けた気分かっこ町田光に勝った。だからさ、その僕なるべく気をつけてるのが、その読んでなくても、はい、これから読むっていうのでも語った方が、はい、こういうきっかけになることが分かってきたので、はい、なるべく雑談の中で思いついた本の話はしようと思っています。あ、じゃあ僕ね、読んでいる本の話を一つしますね。はいはいはい、送っていただいた本なんですけど、イーストプレス、はい、川崎大輔さんが書いた僕と魚のブルース、評伝フィッシュマンズっていう、フィッシュマンズっていうね、ボーカルの人がずいぶん前に亡くなっちゃってね、亡くなっちゃったバンドの、はい、の評伝なんですけど、はい、フィッシュマンズは一時期聞いてたけど、そんなにすごいファンとかではなかったはと自分では記憶してるんですね。ライブも行ったことないですし、はい、まあそもそもライブそんな行かないんですけど、うん、でもね、読んでたらすごい面白くて、すっごい一曲の、例えば「イカれたベイビー」っていう曲がいかに優れてるかっていうのをね、すごい書いてて、そんなにいい歌なのって思って、改めてアップルミュージックで聴いたら、うん、本当にいい歌だなって思いました。僕ね、フィッシュマンズすごい好きでしたよ。その本当、うん、だけど、フィッシュマンズってさ、聴いてると死にたくなる系の曲なんだよね。あ、その死にたくなるっていうのはどういうことかっていうと、なんかすごいダウナーな、そうですね、このまま死んじゃってもいいやっていうような、こうなんかドラッキーな感じの曲なんですよ、うん、まあ、レゲエですからね。あんまりそれで元気いっぱい生きていこうとかいう気持ちにはなんない感じの曲だから、その、まあ、亡くなった方がどう亡くなったのかはちょっと詳細は分かってないみたいなんだけど、麻薬じゃないかと思ってたんですけど、そういうわけじゃないのかな、うん、僕もだから、あの曲調とあの若く亡くなり方だとみんなそう思っちゃうと思うんですよね。でただまあそれは断言できないんだけど、そうですね、うん、でもまあ、安易な憶測を喋ってしまいました、うん、でもだけどさ、曲聴くとそういう風に死んだとしか思えない曲調なんだよねそうですね、うん、だから僕好きだったけど、なんか危険だな、この人たち、この音楽を好きだことが、うん、空中キャンプとかかな、うん、だから当時、うんうんうん、あ、そうだからね、空中キャンプなんとか世田谷、宇宙なんとか世田谷みたいな、あの辺のが超名作で、三部作すごい評価の高いのがあって、それぐらいしか聞いたことなかったんですよ、うん、でももうそれでなくなっちゃってるからね。だから僕音楽ライターだったので、その同時代だったんですけど、うんうん、まあだからそうか、その評伝が出てることも知っていたし、タイムラインで話題になってましたよ、その本は。あ、本当でした、ね、うん、
400ページもあって、これちょっと読むのかったるいなって思ったんですけど、うん、もうね、半分ぐらい読み終わりつつあります。それはなぜ今出たのかな、その書いた人は何者なの？あのね、映画が今公開してるんですよ。あ、それ知ってた、それ聞いた、それなんか言ってた友達の。新潟ではね、やってないので、これからやるかわからないんですけど、だからそのタイミングじゃないですかね。映画に合わせたのか。うん、どうなのかな、でも、ね、なんかだから、そうね、ちょっと複雑な思い、だからその、亡くなっちゃったことを含めて。あと、この川崎大輔さんがね、フィッシュマンズの曲に対して、こうだっつって、すごい受け止めて、こうこうこうで、こうで、こういう風なんだっていうのが、まあなんかね、自分にはまるでピンとこないし、そこまで、読み解けるとか受け止められる川崎さんがすごいなって思いました。あ、ロッキング系の方かな、本当ね、米国音楽っていうファンジンみたいな、あの慈悲本みたいな雑誌を作ってた人なんですよ。あ、ロッキング音でも仕事してます。そうですか、本当だ、出てきたフィッシュマンズの本、彼と魚のブルーズ、ええ、氷伝フィッシュマンズ、川崎大輔さん。そうだからね、この本を読むとフィッシュマンズが聴きたくなるので、もうフィッシュマンズばっかずっと聴いてますよ。そうか、もう僕死にたい気持ちになると危険だから今は聴けないかもしれない。そうですね。だって本当にそんな感じの曲なんだもん。やめた方がいいですよ。僕自分が犯罪を犯すとしたらこう薬系かなと思ってるのね。はい。大麻とか。大麻がね、解禁になるんじゃないですかね、アメリカでどんどん自由になってるから。なったらいいなと思ってるもん。あと、僕、植物の好きだから、うん、合法だったらきっと育てちゃうなと思ってるから、ちょっと気をつけてんの。あと、まあ、覗き、自分が性犯罪を犯すのは覗きなんだけど、はい。今のところどちらも手を出さずに済んでいるのね。でもフィッシュマンズを聞くとね、なんかそういうダークサイドに行きそうな感じがします。でも危険な音楽ですね。だいぶ聞いてないで持ってますよ、もちろん CD とかは。そうですか。僕はなんかそうだ、まだ結局本と雑談ラジオじゃないや、マスの人たちを利用する会の方たちに送る本の梱包が終わってなくて、はい、山のような本が今目の前にあって、これを選別して送んなきゃいけないんですけど、まあ前回紹介したものがほとんどかな。まああえてシーカ以外の本だとそんなに読んでないかもしれません。シーカの本読んだこと言ってもちょっとってとこが私にはあるんですよね。あまりこの番組の方におすすめしたいほど届くシーカがちょっとそんなにない感じ。さあ、そういうわけで、じゃあ次回の本は、はい、じゃあこくらいに小説家になって奥を稼ごう松岡圭介さんで。よろしくお願いします。いいな、これさ、例えばさ例えばさ、火事になって奥を稼ごうってタイトルだったらさ絶対冗談じゃない。そうです ね、 ね、誰が稼ぐなよって、田原町なら書けるか。漫画家になって奥を稼ごうありえますよ。そうだね、でも書く人が誰だと思う、それ。青木さん、青木何を金融堂の、あ、青木雄二、もう亡くなっちゃってるもんね。闇金牛島くんの、ああ、人なら書けるか。なかなか書かないよね、でも漫画とか。つまりさ、もともと稼ぐと思われてるからじゃない？小説だとそこまで稼げないとみんな思ってるから、はい、多く稼げるんだっていうところで、わざとタイトルにしたのかもね。そうですね。僕、そういえば小説のこと言われた芸人さんたちに、いくら稼いだのって。うん、でもすごく少ないからみんながっかりしてた。そう、1000万いったとか言ってたじゃないですか、その年の年収。そうだよ、1000万円はいったけど、1000万円なんて芸人さんとってはなんだ、そんな程度って感じなわけ。そう、自分たちはウーバーイーツとかで働いてるのに。そうだけど、やっぱり先輩芸人とか見てるとさ、あ、
そりゃ億ぐらい稼がないと憧れじゃないんじゃない？なるほど。だから、え、そんなもんかって言われたよ。1000万でも十分夢のある数字だと思いますよ。っていうか僕にとっては夢ですよ。僕にとっては小泉さんの映画化されてる数々の方がよっぽど素晴らしいと思ってるけど、はあ、まあそれはね、はい、何者になねだりということでしょうかね。そうですね。じゃあ、はい、じゃあこのくらいで。いただきありがとうございました。ね、ああチリリリンっていうのがなくなっちゃった。チリリリリンっていうのが、はい、じゃあ、はい、チリリリン、ごめんなさい、あったあった、チリリリリン。